アリューシャン列島アメリカ領部分西部の地図。この地図の2番がアガッツ島にあたる。アガッツ島の海図アガッツ島にある避難小屋。1988コーテシーユスフダブリュスアガッツ島はアリューシャン列島のニア諸島に属する火山島である。面積は日本の石垣島程度の85.558スクエアミアル大きな島でありながら、現在は無人島である。 島の長さは12.2マイル、幅は19マイルほどである。島は火山島でかなりの山岳が形成されている。木のない、この島は2073フィートのピークに達する山と、ツンドラのような地形で形成されている。アガッツ島には7つの大規模な海鳥の栄装地があり、およそ6万6000羽の海鳥が生息していて、チシマウガラスと、 エトピリカの全世界の生息数の1%がこの島に映像していると見積もられている。他にも、千島市議、赤いリヒラやシシギ、ハエガシラハギマシコ、ユキホウジロも生息している。シジュウカラガンは1970年代に島からキツネが排除された後に島に再導入された。このキツネの排除によって、環境保護者が内調を島に再導入することも可能になり、 2006年には少なくとも25のがいの雷鳥が確認されている。現在は無人島のアーガッツ島であるが発掘作業により紀元前760年にはアレウト族が島に居住していたことが確認されている。発掘された遺跡の規模から500から1000の人がロシア人が島に到達する以前に居住していたと見積もられている。ロシア人が アリューシャン列島に到達したのは1751年のこと。その後、アガッツ島の人口は急激に減少していった。ロシアの毛川商人は、ニア諸島に何年もの間暮らしながら、ラッコの狩猟を行っていた。1761年に、ロシア人航海士がアガッツ島で殺害されるなど、現住民のアレウト族とロシア人の間には、しばしば暴力行為も発生した。 1760年代には、ニア諸島の住民は、アッツ島の一つの集落に移住させられた。第二次世界大戦時には、アッツ島の住民は戦争終結まで日本に、抑留されたが、その後生存者は、アトカ島に再定住した。島の地質は、火山性のアリューシャン列島の中では、特徴的なもので、ほぼ火山砕雪岩で占められている。これらの岩石は、 水中で堆積されたものであり、主に非結晶のシリカと火山由来の微細な岩くずからできている。火星岩は、ハンガン、ドレライト、トラップなどがまばらに見られる。そして島のほとんどが大きく氷に覆われている。ありがとうございます。